逆転裁判、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、証拠の提示からやっていきましょうか。11時50分に鳴った破裂音が銃声だったという証拠。でもこれか。3発発射されてるから11時50分に1発で、その後12時台に2発ってことだね。証拠はこれです。凶器ですか。ずっと気になっていたんです。昨日の証言では銃声は2発だった。しかし凶器のピストルは3発撃たれています。残り1発はいつ撃たれたのか。今その答えが分かりました。0時ちょっと前、やはりが聞いたのがその銃声だったのです。静粛に。確かにそう考えるとついつも合いますね。しかしそうなると不思議なことになりますね。その通り、銃声は25分の間を空けて2回鳴ったことになる。11時50分と0時15分。一体なぜだ。くそ、ここで何か答えを出さなくては。待てよ、25分の間が空いた銃声。あ、どうしたの。なるほど君、俺にも教えてくれ。見えてきたぞ。殿様の事件覚えてるか。うん、覚えてるけど、今回の兄もね、同じような考え方をしたんだよ。どういうこと。まゆみちゃん、うん、今答えを出さないと有罪判決を覆すのは無理だ。これから僕は思いつきでこの事件を解決してやる。大丈夫なの。そもそも大丈夫なら有罪判決なんてもらわないよ。僕が何か変なことを言ったら教えてくれ。分かった。分かったじゃないんだよ。何ですか、ナルオト君。ただいまの証言で今回の事件の謎を全て解決しました。どういうことですか、弁護人。貴様にもやっと分かったか。犯人は三井刑事以外にはありえないということか。そうではありません。もちろん犯人は他にいます。いいか、若いの。もう一度落ち着いて状況をよく思い出します。犯行時間、湖の上にはボートが一つ浮いているだけだった。それは証人の写真が示している。ボートには被告人の三剣と被害者の、長倉弁護士が乗っている。ボートの上で銃声がして長倉弁護士が湖に落ちた。被害者が撃たれた距離は約1メートル。自殺ではありえない。どうだ。ボートの上に残ったもう一人の男は犯人に決まっている。確かにそれ以外は考えられないと思いますが。そうですね。でもそれは被害者が撃たれたのが0時15分だった場合の話です。どういうことですか。この通り、発砲の習慣の写真もあるじゃないですか。この写真は0時15分に撮影されたものですよ。しかしそれより25分前にもやはりが銃声を聞いている。長倉弁護士はその時に殺害されたのです。そう考えないと犯人は三剣しかいなくなるからな。弁護士、何を言っておる。ではこのボートの上の人影は一体誰なのだ。え、でもこれしかないよな。もちろん三剣と犯人ですよ。犯人は長倉弁護士を11時50分に殺害した後、長倉弁護士になりすまして三剣に会ったのです。そんなバカなことが。三剣はなぜ事件の夜湖に行ったのかを話してくれません。しかしおそらくあの夜、三剣は長倉弁護士に呼び出されて湖に行ったのです。三剣は長倉弁護士の顔をよく知らなかった。だから犯人が入れ替わっていてもわからなかったのです。
なんということでしょう。ビフォーアフター、バカな。なるほどくん、一体あなたの言う犯人とは誰なんですか。犯人ですか。そいつの名前は…やった…これはもうわかんないんだ。犯人名前、そんなのわかりませんよ。わからない。貴様、ふざけんな。だって、名乗りませんでしたからね。え、おっちゃん。犯人は豪徳屋の管理人、あのおじさんですよ。彼は11時50分、長倉弁護士を殺害したんです。管理人のおじさんが一体どこで。その時間湖にボートはなかったんですよ。誰かを撃つためにわざわざ湖の真ん中に出る必要はない。今回の本当の殺人現場はボートの上ではなかったんです。何ですって。では一体どこだったというんですか。裁判長に本当のさ…ああ…え、でもここ、ここじゃないの。もちろん、ここです。彼が住んでいる管理小屋ですよ。誰にも見られず、被害者と会うことができますからね。やり、そこが殺人現場だったという証拠あるのか。さっきのやはりの証言を思い出してください。めっちゃうろうろしてる。やはりあの夜ボートで探し物をしていました。それを見つけて彼はボートを返します。そして帰ろうとした時、彼は銃声を聞いた。さてこの時彼はヘッドホンをしていました。でも銃声は聞いている。つまり銃声はやはりのすぐ近くで鳴ったことになります。それはどこか。ボート管理小屋ですね。なるほどくん、あの夜ひょうたん湖で一体何があったのか最初から説明してもらえませんか。はい。なるほどくん、大丈夫なの。どうかな。多分最初から順応立てて考えていけばなんとかなるんじゃないかな。あの夜ボート屋の管理人は生倉弁護士を管理小屋に呼び出しました。すごい顔してる。まあ、するか。銃向けられてんだもんな。これが11時50分頃の出来事です。やはりの聞いた銃声はもちろんこの時のものです。その後管理人は生倉弁護士のコードを着て彼になりすましています。そして三剣とボートに乗り湖の中央へと出た。なるほどくん、ではボートの上でピストルを撃ったのは。もちろんピストルを撃ったのは犯人の方です。水着に当たらないように適当に2発撃ったんです。ちょっと待ってください。当てるつもりがないならなぜ2発撃ったんですか。細かいこと聞くなよ。どうした弁護士、言っておくが説明に詰まった時点で貴様の負けだぞ。なぜ管理人は2発撃たなければならなかったのか。こっちかな。それは目撃者を作るためだったと考えられます。目撃者を作る。犯人はまず一発ピストルを撃ちます。そうすればその音を聞いた人は必ず湖を見る。実際夏美さんも音がしたから湖の方を見ています。さて犯人は少し間を置いてから2発目を撃ちました。そして犯人は自分から湖に飛び込んだのです。ピストルはボートの上に残して、なるほど、それを湖畔から見ていればもう片方の人物に撃たれたと思ってしまうでしょうね。犯人はカメラが設置されているとは知りませんからね。わざと目立つように2発撃って誰かに見てもらおうとしたんです。あとは簡単です。湖を泳いで戻った管理人のおじさんは生倉弁護士の死体に元通りコートを着せてその死体を湖に投げ込んだんです。これが今回の事件の真相です。
法廷係官、今すぐ先ほどの証人を連れてきなさい。あのボート小屋の管理員です。早く。ではあの管理人が来るまでの間、被告人三井玲二に話を伺いましょう。被告人、証言台についてください。三井君、弁護人の話を聞きましたね。うん、いかがですか。なぜあなたはあの晩に湖に行ったのでしょう。なるほど、弁護士に言ったことは大体において正しい。君が悪いくらいだ。そう、私は数日前、一通の封書を受け取った。生倉弁護士という男からの手紙で、クリスマスイブの夜12時、湖のボート小屋に来い。大事な話があると。大事な話とは？それは、言えない。裁判長殿、係官、審理中です、静かに。管理人が消えました。管理小屋にも帰っていません。何ですって？どうしましょう。どうしましょう。早く後を追うのです。逃がしてはなりません。すごいピチって立ってんな。三剣。カルマケンジ、逃げた管理人は？すでに手配済みだ。さて、言うまでもなくこの状態で判決を下すことは不可能です。よって、審理を明朝、最終日まで延期します。警察は全力を挙げて管理人の行方を探すように。いいですね。そしてもう一つ。一体あの管理人は誰なのか。彼の身元も非常に重要だと考えます。合わせて調査を命じます。では、本日はこれにて閉廷。なるほど、くん、やったね。なんとか有罪判決をうやむやにできたよ。でも、カルマ検事もやっぱりさんのデタラメぶりには肩なしだね。やっぱりさんのおかげだよ。やはりか、敵に回す恐ろしい男だな。それにしても、毎回、なんでこうギリギリまで追い詰められるかな。本当にね、依頼人を助ける前にこっちが参っちゃうよ。なあ、三井。三井検事？なんだろうか。なんでそんな苦しそうな顔してるんですか。この分なら明日は多分無罪っぽいですよ。たまにはちょっとニコニコしてみましょうよ。君たちにはすまないのだが、どうもそういうわけにはいかないかもしれない。どういうことだ。なるほど、ずっと迷っていることがある。君に話すべきかどうか。三剣、もう時間がない。話してしまって楽になりたい。しかし、やはり、今は決心がつかない。それは何の話だ、水木。私の悪夢の話だ。私が犯した罪の記憶。お前、罪？殺人の記憶だ。エレベーター内でやったのは、水木なのか。ちょっと短いけど、ここで一旦区切ろうか。切りもいいしね。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。